ね、さっき有料業者の話に答えなかったですけどね、確かそういうのは今ちょうど、さっき紹介もありましたけど、今ジョイントベンチャーという形で今募集しているところですからね、それで県がこの業者さんならということ、せっかくの動きを起こしているときに、その県内の業者さんにね、その利益がいかないで、県外の業者がみんな仕事持ってっちゃったら、これ何の意味もないですからね、そこは県内の有料業者さんを県がちゃんと選んでお提示したいと考えているところですけどね。今いっぱいありましたね。補助金頼みになっているということだったから、さっきちょっとご紹介したその市民ファンドという、これ